もみ、何、ね、ギャングクビになった元救急隊元ギャング今無職よろしくな。もみとやっと話せてよかった。アルミがずっと黙ってたんだろ。めっちゃね、救急隊とか警察とか優しくしてくれたんだけど、まあショックではあったけど楽しくやってるならいいんじゃない。まあクビになったけどね。うん。どうする、ももみの姉さんとかになんとなく相場感とか聞いて場所を考えますかね。ちょっとそこら辺が気になるやつよね。ももみ聞くか。ももみちゃん早すぎるかな話が。まあ一回別に全然いいと思いますよ。思い立ったら吉日だよ。そうだよ、いい話だな。びっくりしちゃった。いいね。あったんすよね、その時。あ、どうしたの。ももみ今暇。超暇。あ、超暇。ちょっとさ、うん、不動産のことで相談があるんだけどさ、いい？うん、いいやん。どっかなんかあるんだっけ、不動産屋さんみたいなところが。そう、あるよ。じゃあ、レギオンに今いるから、うん、レギオンからちょっとじゃあ迎え行くね。病院来る？病院のちょっと、初期マンションあたりで待ってるわ。普通にレギオン行くから待ってて。あ、了解。ありがとう。うん、ありがとうね。ね、あ、おもみ。ごめんね。めっちゃ好きよ。ドーン、持ちて。はい。おもみ。了解です。出退勤の切り替えをしなきゃいけない。おもみ。何？ギャングクビになった。やるみ。ああ。まあいろいろね。あ、そうなんだ。まあ救急隊でもいろいろありゃ、ギャングでもいろいろあるわね。あ、そうそうそう。人生いろいろ。ああ。ちょっとびっくりしすぎて。元救急隊元ギャング今無職よろしくな。え、どうすんの、まだ犯罪するのか。いや、まあちょっと考え中だから、その辺の話もちょっとしたくて、うん、この二人がいて。ちなみにさ。うん。まあ、5000万円ぐらい、ガレージ含めて。はいはい。で、そんなにレギオンから、まあ、でも、あんまり人目につかないところがいい。ババアの隣に立てるか、じゃあ。ババアの隣、あ、ババアの隣にね。誰がババアや。そうですよね。見に行きたいね。ね、見に行く？この辺。あ、見に行きますか、じゃあ。行こう！行こう行こう。うん、うん、鳴らしてって。はい。ピンポーン。ピンポーン。来た。ああ、いいじゃん。これ全然いいっすよね。うん。お、広い。うん。帰る。スタッシュだとどんぐらい入るのこれ。ここね、なんと4300です。おお、いいじゃん。4300? 広い。で、ちょっともみ改めて話そうと思って。はい。いいですか、時間。はい、全然大丈夫です。ギャングクビになった。あ、さっき聞いた。ギャクビーだってで、まあ、なんか、私の、その、ギャングになった後なんだけど、お金たくさん入るけど、でも、白市民のことは心配で、みたいな、矛盾をちょっと抱えながら生きてたのよ。うん。で、特に初心者。はい、初心者にさ、結構さ、初心者案内とかしてたんだけど、うん。なんかそういうのが、ギャングになってよりできなくなったけど、うん、ギャングが手に入るものといえばお金。そういうのを、こう、初心者支援事業団体みたいなのを立てて、足長おじさん NPO 法人みたいな感じで、うん。やるみが裏の出資者になれ、なって、表に梅とか政治とかに立ってもらって、うん。まあ、クリーンな感じで、できたらなと思ってて。はい。どうしよう、初心者案内してあげたいけど、誰に電話しよう、ああ、ちょっと当てがないな、ちょっと、ごめん、適当に探して、みたいなのを、まあ、少なくして、まあ目的は、この街を知らずに去っちゃう人を少しでも減らしたいって感じで。うん、なるほどね。そう。で、それを、まあちょっとずつお金をね、頑張って貯めてたんだけど、まあクビになった。途中で。しょうがないね。いろいろあってっていうのがいろいろあったからだからね。そう。で、どうしようかなっていう。でも、私が、その当初の予定では、ももみに、その時点で、まあ、ここを買うってなった時に話して、うん。
で、まあ一応その、なんていうかな、救急隊、全体共有はしなくていいけど、え、何この団体みたいな時とかに、ちょっとこう、あそこはなんか、梅ちゃんとかやってるとこだよ、大丈夫だよ、みたいな一言をもらえたら、いいかなと思ってて。大丈夫だよ。的な。ちゃんとセジさんはね、すごくいい人たちで私も分かってるから。そうそうそう、ありがとう。ありがとう。嬉しいなぁ。そこにね、ギャングのギャルミがいるっていうのは、まあまあ、あれだけど、クビになったっていうなら、あれが違ってくるので。今後はどう、合わせがどうなるか分かんないから。はい。そう。だから、まあ、一旦、まあ、こう切り離してもらって、でも、出資者は合わせでいれば、合わせの全部自己責任できるから、このまず、形として、こういうオフィスを買うっていうのは合わせが、したかったから、あの、黒の、あの、お金で、買って、まあ、おごりみたいな感じでできるんだったら、やってもらって、まあ、このことは、まあ、特に、まあ、伏せてもらって、みたいな感じでしようと思ったけど、クビになった。いいじゃん。笑える話になったから。うん。から、ちょっとどうしようかな、みたいな感じになってるけど、うん。どうしよう。白市民パスの、なんか、ちょっと悪用っぽいな、とも思ったんだよ、その。まあ、出資だけ、まあ、だから、悪用っていうか、まあ、そういう、うん、まあ、縛り遊びから。うん。うん、だから、うん。まあ、黒市民として出資。うん。うん。ちなみにここは ここでいいよね、もうね、一旦。あ、全然いいと思いますよ。めっちゃいいと思う。うん。うん、ここで、ちなみに、全部でこれで。1000万の内装なので、うん、もっと小さくていいなら、いや、これ二郎これでいこう。困る。うん。じゃあ、5000万ですね、ここ。ガレージ付き。黒市民は、うん、黒市民だと、6000。1000、1000万なので6000ですね。6000万払うから、それで、梅を所有者にできる。うん、それはできる。別にね、関係なく梅ちゃんに売るよ。うん、そう、黒白関係ないから、不動産としては。白市民パスの悪用でもないから、そこは大丈夫。うんうん、所有権が梅さんってことですね。そうそうそう。うん、じゃあ、その1000万、じゃあ、余剰1000万は、じゃあ、運営費に当てるという形で。そうです、そうです。みんな納得してもらえる。いや、もうすごく納得しました。じゃあ、ちょっとそれでお願いします。ふぅ、うん、いいね。もう、海とやっと話せてよかった。私はこの絵に感動してるよ。本当。アルミがずっと黙ってたんだろ。うん、それはそう。アーシーさ、闇落ちした夏目のことをさ、ふざけんじゃねえってお前、こうやって仲良くしやがってって言ってたのに、自分がギャングになったからね、ちょっとその手前ちょっと。なるほど。なかなか、そう、時間かけて、ちょっとずつやんないとなっていうのがあったから。そうだったんだ、結構、ピタもなる、あの、ドライだから、あ、そう。ぐらいだったし。ほんと、うん、めっちゃね、救急隊とか、警察とか優しくしてくれたんだけど。まあ、ショックではあったけど、うん。まあまあまあ、楽しくやってるならいいんじゃない？まあ、クビになったけどね。うん。まあ、そこは紆余曲折あったんですし。そうだよ。今まで頑張ったね。そうっすね。偉かったね、ギャルミちゃん。じゃあ、梅は今日のアイディアを教えてください。328! じゃあ、328に5000万の請求を送らせていただきます。はい。おぉ、でかいな。来たー金額が。一個おめでとうございまーす。やったーおめでとうやったーおうち最高あれ来たよ、ギャルミちゃん、ありがとう。素敵な事務所にしてください、うん、ありがとう。どうもありがとう。ご購入いただきありがとうございます。こちらこそ。また何かあれば。ありがとう。はい、ありがとうっす。やったね。何かある？じゃあね、またありがとう。またありがとうございます。あれ梅ば、あれ、あでも